今日は思ったより洗濯物が多いわね。お姉ちゃん、干し終わったよ。次のまだ？待って、あと5分くらいで洗濯が終わるから。そういえばさ、お姉ちゃん、もうあれ終わった？あれって？兼尿。あ、いや、まだだけど。っていうか、面と向かって兼尿とか言われるとなんか照れるものがあるよ。で、ズバリ聞くけど、あれって容器の中におしっこ入れるの難しくない？いい、ストレートすぎるけど同意します。昨日なんて私、いつものバレリーナの体勢から上半身にひねりも加えたの。思わずどこの前衛芸術かと思っちゃったわ。しかもこぼれておしっこまみれになっちゃったし。そもそも直径3センチほどの入り口に的確におしっこするの至難の業だよ。そんなわけでお姉ちゃん、お互いにフォローし合えばうまくいくと思うの。ほら、自分で自分のおしっこは採集しにくいでしょ。だからお互いに相手のおしっこを採集すればいいのよ。アンドスタン？なるほど。私がおしっこするときはさなちゃんがフラスコでキャッチして、私がおしっこするときはお姉ちゃんがコップでキャッチすると。なるにゃる。お互い一滴もこぼさぬ勢いで。ええ、できるか。どんだけ恥ずかしいのよ。特に排出側、野球で例えるなら攻撃側。いいアイディアに思えたんだけどな。だったらさなちゃんやってみる？私コップでキャッチしてあげるよ。いいわよ、ゆっくりしょっと。って、本当にやる気だし。お姉ちゃん、守備よろしく。この辺？いや、もうちょい前か。いやいや、さなちゃんって元気だから、なんとなくおしっこにも勢いがありそうな気がする。ならば少し深めの守備についた方が確実かもしれない。エラーは避けたいし。どうしたの、さなちゃん。さっきからお姉ちゃん守備についてるんだけど、やや深めの。ってこんなもんできるか！恥ずかしいわ！うわ、まさかの逆ギレ！見られながらなんて無理よ。出るもんも出ないわ。無茶っぷりにも程があるわよ。さなちゃんが自分から言い出したくせに。ほらほら、さっさと洗濯を終わらせるよ。にゃ、もう、にゃ。